クルト・クニスペルは第二次世界大戦期のドイツ国防軍の軍人。最終階級はドイツ国防軍総長。戦車長として第二次世界大戦に従軍し、この大戦で最多の敵戦射撃波168両の記録を残した。第530戦車大隊のティーガー2戦車ズ0点地方のザリスフェルトに生まれる。 第二次世界大戦中の1940年5月15日、ザガンの戦車訓練大隊に入営した。同年10月に第12装甲師団に配属となり、砲合戦車の搭乗員として東部戦線で戦った。1941年から42年にかけてのソビエト軍の反抗に対する撤退戦で、国スペルは多数の戦車や敵車両を破壊した。 1942年5月、クニスペルの部隊は、長方新型の砲合戦車会2型を装備する部隊に再編され、第13装甲師団の所属となり、1942年8月より、第4装甲軍の指揮下で、ブラウ作戦に参加した。1942年11月19日、病気療養のため野戦病院に構想された。復帰後、クニスペルは、 ティーガーアイの訓練過程を終了し、1943年4月には、第530戦車大隊第1中隊に配属された。1943年7月から8月にかけて、ツイタデレ作戦で、敵戦車27両を撃破し、一級鉄十事章を授与されている。通算101両目の敵戦車撃破を記録した後の1944年4月25日、 国防軍法に名前と共に報じられ、同年5月20日にはドイツ十字賞金賞を受賞した。同年6月より、クニスペルは第530戦車大隊に新たに配備されたティーガー2の戦車長となり、同年夏のノルマンディ上陸作戦により、西部戦線に展開した連合軍との戦闘に投入された。その後第530戦車大隊はドイツ国内で再編を受け、 10月からは、ハンガリー方面に配備され、デブレゼンの戦いで、ソ連赤軍と交戦した。終戦直前の1945年4月30日、チェコ南部でのソ連軍との戦闘で乗車する、ティーガー2に敵弾が命中し、搭載していた弾薬が爆発、破片による頭部重傷を負い、2時間後に野戦病院にて戦死した。 2012年にチェコの愛好家グループによってクニスペルがブルボ別村に埋葬されていることが突き止められ2013年には博物館の調査員によってクニスペルと他十数名のドイツ兵の遺体が発見された2014年にドイツ戦争墓地時国民同盟の仲介によりクニスペルの遺体はブルノの戦没者墓地に正式に埋葬されたありがとうございます